JR 新宇都宮の駅を改札出まして西出口ですね。こちらからちょっと現場、工事現場ですね、向かいたいと思います。駅のこの通路を通りまして南側ですね、じゃあ北側やな、北側に向かいます。右側が JR 新今宮駅の高架の駅ですね。で左側が、星野リゾートのホテルの、建設現場ですね、工事中ですね。すごいな、大阪の名門建築会社株式会社竹中工務店が、許可を取ってますね。南海の系列の南海、辰村建設株式会社。あ、すごい、大阪の地元の企業ですね。プロジェクト名は仮称ですが、大阪新今宮駅前ホテル建設プロジェクトですね。設計は日本設計ですね。設計管理。ちょっと建築現場ね、周辺を一周してみたいと思います。建築現場のこれ東側ですね、を北に向かって歩いております。この地域はですね、ちょっと、特色ある地域でですね、いろいろディープな大阪というところの場所ですね。まあ、星野リゾートさんですね。これ長年、新今宮北側の駅前の広場、空き地がずっと広がってたのはもう、私も記憶しています。よくですね、星野リゾートさんが、まあ、インバウンドという追い風があったとはいえ、よくこの場所で、このような立派なホテルの建設をしようというね、決断をされたんだ、素晴らしいなと
思いますね。まあコロナも収まってですね、徐々にまあ昔の海外からのお客さんも戻ってきてですね、ホテルが開業して、ホテルが盛況にですね、なって、この新今宮の地区がですね、活性化することを私も望んでおります。建築現場の北側の西方向への道がありますので、こっちを西方向に向かって進みたいと思います。うわ、見えてきた。すごいな。ちょうど建築現場の北側ですね、のところにですね出てきました。まあ、おそらく建物のホテルのこれ裏側になると思いますね。南向きが正面ということで裏側になると思うんですけども、すごい真っ赤で、ものすごい、これ何階建てでしょうか、そびえ立つような建物がちょうど間近で撮影することができております。建物の外観はほぼもう完成しておるようですね。ぜひですね、このホテルが完成する頃にはもうコロナも収まってですね、以前のような海外からの旅行客がですね徐々に戻ってきてですね、ぜひこのホテルが盛況にですね稼働していくことを切に願っております。ちょうど建設現場のですね西端のところまで来ました。正面には南海電車ですね、南海電車、高野線、南海本線ですね、高架の鉄道が見えております。こちらが難波方面ですね、から高架がそびえ立って、ここが新今宮の駅になります。で、JR の新今宮の駅と、直接ですね、連絡をしております。こちらが JR の新今宮駅になります。正面にはアベノハルカスですね、ビルがそびえ立っております。ここでまあほぼ建築現場ですね一周してきました。Thank you.